はいどうもこんにちは、 J リーグにゃかサポーターの良平です。今 J2 の昇格争いがとんでもないことになっています。首位長崎、2位横浜 FC、 3位清水が激しいデッドヒート。勝ち点1差に3クラブいるのももちろんすごいことですが、それ以上にこの3クラブの勝ち点ペースがえぐいです。昨年の昇格レースは町田が独走したのは記憶に新しいところですが、なんとその昨年の町田と同じペースでこの3クラブは勝ち点を伸ばしているんですよね。昨年の町田レベルが3クラブも、これは近年稀に見る超ハイレベルの昇格争いと言っても過言ではないでしょう。そこで今回はこの超ハイレベルな昇格争いについて特集していきたいと思います。最初にこの動画のラインナップまとめておきます。はい、ということでこちらの3つになっております。早速順番に見ていきましょう。まずは冒頭にも少しお話ししましたが、昨年の昇格争いとの比較から今期の昇格争いの異常さを知っていただければと思います。まずこちらが今期の23節終了時点の順位表です。はい、勝ち点50で首位が長崎、勝ち点49で2位横浜 FC、3位清水となっています。そして今度は昨年の同じ時期23節終了時点の順位表です。はい、昨年 J2 を独走で優勝した町田も23節時点では勝ち点が50、なんと今期の首位長崎と同じ勝ち点なんですよね。つまり今期の昇格レースは3クラブが昨年 J2 を独走した町田と同等のハイペースで勝ち続けていることになります。いや、先ほどもね話しましたけど、これはえぐいですよね。昨年はかなり町田が走ったなぁと、そういう感覚が僕の中にはあったんですが、その町田と同じハイペース、それがなんと3クラブもあるんですね。今期の昇格争いの異常さがお分かりいただけたと思います。通常であれば現在4位の岡山も勝ち点40で十分自動昇格争いに加われる水準なんですが、あまりに3クラブが走りすぎていて、まあ、ちょっと割を食う感じになってますね。はい、ということで昨年の昇格争いを比較できたところで、次に今期の超ハイレベルな昇格争いを繰り広げる3クラブの驚異的な戦績について簡単に紹介したいと思います。まずは首位長崎。長崎は今季素晴らしいシーズンを送っています。23節終了時点で首位というのはもちろん、ここまで21試合無敗を継続していることが恐ろしいですね。いや、21試合ですよ。 J2 が全部で20クラブ、対戦を一巡するのに19試合かかりますから、まあおよそハーフシーズン負けてないということになりますね。いや、これはすごいですよね。最近では終了間際に追いついた仙台戦や徳島戦など神がかった試合展開で無敗を維持しており、いや本当に負けないですね。安定したパフォーマンスを発揮、そして終盤からでも追いつけるベンチワークと選手層の厚さも長崎の強みですね。そして2位の横浜 FC。 横浜 FC は驚異的な数字が2つあります。まずは皆さんご存知の方も多いと思いますが、ここまで直近8連勝を記録していること。シーズン序盤こそなかなか調子が上がらなかった印象ですが、ここに来て驚異的な追い上げで自動昇格争いに名乗りを上げました。そしてもう一つ驚異的な数字が、試合時間残り15分での失点がここまでゼロだということ。つまり後半30分から後半45分、アディショナルタイムを含めて23節まで戦って、この時間で失点がない。いや、これめちゃくちゃえぐいですよね。勝敗に直結する試合終盤の時間帯の失点がゼロっていうのは、まあもう終盤ね、1点でもリードしてれば逃げ切れるということですし、緊迫した同点の接戦をものにすることもできる。まあ姫戦とかは本当そんな感じでしたよね。ちょっと僕の語彙力ではなかなかねこの凄さ伝わらないかもしれませんが、終盤残り15分の失点0という数字は、いや、サッカー界においてとんでもないことですね。そして3位の清水。清水の驚異的な成績は
ホーム10勝1分けの圧倒的なホーム戦績と、先制すると14勝1分け、先制点を取った場合の驚異的な勝率ですね。まずやはり清水といえばホームめちゃくちゃ強いですよね。僕は清水のホームアイスタには行ったことはないんですが、ダゾーン越しにもその雰囲気やサポーターの熱気は伝わってくるほど、ホームのアドバンテージが大きいクラブだなと思います。芝もめちゃくちゃ綺麗で、より清水のテクニックの高い選手たちが行きますし、まさにホーム、ここまでホーム10勝1分けの好成績もうなずけます。そして清水は先制点を取るとめちゃくちゃ強い。先制した試合は14勝1分けと凄まじい勝率ですが、まあこれはリードした後のゲーム運びのうまさが要因としてあるのかなと思います。5バック気味にシステムを変更し、しっかりと守備を固める。それでいて相手を引き込んでのカウンターの威力も清水はすごいですから、先制した試合の高い勝率も納得の試合巧者ぶり、ホームゲームと先制点、この2つが今季の清水の驚異的な戦績につながっています。はい、ということで上位3クラブのここまでの驚異的な戦績について見ていきました。どのクラブも驚異的な数字を叩き出しており、ここまでハイペースで勝ち点を伸ばしてきたのも名付けます。ではこの異次元の勝ち点ペースとなっている昇格争い、どこのクラブが抜け出すんでしょうか。最後に傭兵的視点をお話ししてみたいと思います。まず僕個人の予想としては、わかりません。はい、これは難しいですよね。三者三様強みがあり、現時点で昇格争いを予想するのは困難だと思います。まあただこれで終わってしまっては面白くないので、強いて言うなら現時点では横浜 FC が強いかなと感じます。リーグ最少失点の鉄壁の守備、劣勢のゲーム展開でもゴールを奪う福森選手のセットプレー、一人一人がサボらないトランジションの速さと強度、いやなかなか横浜 FC は勢いが落ちないんじゃないかと思います。なので強いて現時点で言うなら横浜 FC ですかね。まあただ清水も今後住吉選手や蓮川選手の強力センターバックコンビが復帰すれば、今以上に安定した戦いができるようになり、現時点ではなく長期的に見ると勝ち点を伸ばしていきそうですし、長崎も岩城からセンターバックの照山選手を獲得したり、怪我から復帰してきた中村選手や名倉選手が今後より試合に絡むようになれば、さらに強力な陣容となりそうで、長崎も今後の伸びしろがかなりあります。現時点での試合内容を見ると、まあ横浜 FC かなと僕個人としては思っていますが、長期的に見ると本当に予測が難しい超ハイレベルな昇格争いが今後も続きそうです。皆様はこの異次元の昇格争い、どんな予想をしていますでしょうか。コメント欄で教えてくれると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も J2 リーグの話題を中心に動画を配信していきます。少しでも面白いと思っていただけましたら、いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。皆様のそうした反応の一つ一つが動画配信のやる気の源泉となっています。いつも本当にありがとうございます。それではまた別の動画でお会いしましょう。